こんにちは。伝統工芸士の小岩龍馬です。長野県上田市の伝統織物、上田紬の作り手をしてます。すだちそばが大好きです。皆さん、すだちそばってご存知ですか？そばの上にすだちスライスが乗ったそばなんです。これね、僕先日食べたんですけども、それがもうね、酸っぱうまくて、とっても美味しかったです。で、今僕サブチャンネルで信州上田の魅力を発信した、そういった動画を発信してるんですけども、で、そのまま動画発信のために今、上田市内のお蕎麦屋さん中心にいろいろね、食べ歩きして、それをまあ動画でアップしてるんですけども。で、先日行った蕎麦屋さん、吉吉さんっていうね、蕎麦屋さんがあるんですけども、そこで、すだち蕎麦をいただいたんですけども、それがもうね、絶品で美味しかったんで、ぜひね、そちらのね、サブチャンネルのすだち蕎麦の食レポ動画もぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今日は、100万円を超える着物の正体というのをテーマにしてお話してみたいと思います。で、なんでこのことをテーマにしようかと思ったかって言いますと、先日僕テレビをねぼーっと見てたら、ある番組の企画で着物、何十年か前に買った着物と帯のセット、それその当時、100万円以上だったそうなんですけども、それを、ある理由で買い取ってもらう、企画というかやってたんですね。で、それでプロの査定士さんがその着物帯を、査定していくらになりますっていうことをやったんですけども、帯と着物セットで、何十年か前に買った100万円を超えていた着物が、今査定士さんがね査定していくらになったかって言いますと、なんと1万円でした。セットでね、100万円が1万円って100分の1、いやーと思って、ただ僕もそのこのぐらいかなって予想したのとほぼ一緒でした。大体このぐらい、1万円ぐらいかなと思ったんですけども、やっぱりその1万円だったんで、やっぱりそうかと思って。で、その査定士さんがおっしゃってたのは、着る方が多くないんで、需要がそれほどないので、そんなに値段は高くできないっていうふうにおっしゃってたんですね。それも理由の一つだと思うんですけれども、僕の個人的な見解としては、着物の需要、着る方は少ないとは思うんですけど、それでも最近増えてきてね、リサイクル着物も、タンスの肥やしになったリサイクル着物もたくさんね、市場に出回ってきてて、結構リサイクル着物の相場っていうのもね、結構下がってきてるんですね。あんまり高く売れないっていう、そういうのもあると思うので、だから買い取りするのもよっぽどね、ものじゃないと高くはできないっていう、そういう理由もあるのかなっていうふうに、個人的な見解として思いました。で、それを見ててね、100万円を超える着物ってどうなんだろうっていうかね、思って、それでちょっと今日テーマにしようと思ったわけです。皆さんどう思いますか？100万円を超える着物、なんだか着物業界って、一般のね、その世間の、金銭感覚というか、そういったところがちょっとずれてるのかなって思う時が時々あるんですけれども、展示会とかね、そういうところに出させていただくと、結構100万円を超える着物とか、100万円までいかなくても、50万とかね、50万円以上の着物って、カジュアル着物でもね結構あったりするんですよ。紬のような、でもね、カジュアル着で100万円超えって、って思うじゃないですか。例えば欧米のね、スーツ、オーダーメイドのスーツでも100万円ってそうそうないですよね。大体仕立て代込みで20万30万とか言ってもね、僕も若い時にある欧米のブランドのスーツをね、ちょっとイケてる感あるかなみたいな感じでちょっと背伸びして買った時もあるんですよ。その時は10万円ぐらいだったかな。それでも結構無理して買ったんですけども、高いやつでも20万30万とか、上はあれですけどね、それぐらいじゃないですか。でも着物って、こと着物って100万円のね、着物って結構ね、カジュアルでもね、時々あったりするわけじゃないですか。それってどうなのかなと思ったりもするわけですよ。で、100万円を超える着物ってどういう理由というか、どういう要素があって超えるのかっていうことですよね。ちょっとこれをね、今日皆さんにお話したいんですけども、なんで100万円超えると思います？いろいろな要素があって超えるんですけども、そもそも着物の値段ってどういうふうに決められてるかって言いますと、大きく分けて4つの要素があると思うんですよ。僕の中の見解ですけども、で、1つ目がまず材料費、糸ですよね。絹だったり綿だったり麻とか化学繊維とかいろいろありますけども、そういう材料で、同じ絹でも正絹から剣帽子とかいろんな種類があります。そういったところで値段も変わってきますね。その材料費でまず一つ目値段が変わると、それが一つ目で、二つ目が手間代ですね。僕らの職人が作る手間代です。それでも変わってきますよね。
例えば織だったら手織りか機械織りかで変わってきますし、まあ、染めだったら草木染めか化学染料かっていうのも、ね、まあ、変わってきますし、あとまあ紡ぎで言うとかすりですね。あの糸をくくって柄を表現するかすり、まあ、それが入ってると、かすりが入ってると値段がね、その分手間かかりますから高くなります。でかすりが複雑になればなるほど高くなりますっていうのもあります。そういったまあ手間代が2つ目で、3つ目があの付加価値ですね。これはどういうことかって言います と、例えば人間国宝の先生が作った着物とか帯ってなると、同じ例えば島の着物でもやっぱ国宝の先生が作ったものだと名前とネームバリューというか、そういうブランド価値というか、まあ、そういったところで高くなりますし、あとは一点物とか、あとは限定物とか、あと最後の一つとか、そういったところでもね、まあ高くなる場合もありますよね。それが付加価値で、で最後4つ目が、まあ、中間マージンとか販売手数料ですね。これが結構あのいろいろあって、着物業界複雑なので問屋さんが間に何人も入る場合もありますし、そうなるとやっぱ値段が変わってきます。その中間マージンとかね。ただ販売手数料も店内でね完結して販売すればいいんです、そんなにね変わらないんですけれども、例えば店外催事って言って、まあ、お店の外どっか大きなフロアを借りて、で大々的な展示会をやると、まあ会場費とか人件費とかそういったものがかかってきますんで、そういった経費を全部あの着物の方にね転嫁されちゃいますんで、その分だけ高くなってしまうと、まあ、そういったところの、まあ、中間マージンとか手数料が、まあ、値段を決める4つ目です。まあ、この4つ、材料費、手間代、付加価値、中間マージン、この4つが値段を決める大きな要素だと思います。で話戻りますと、100万円を超える着物はどういうあのそのね4つの要素の中でどういう感じのね比率なのかって言いますと、例えば材料費が100万円を超えるっていうのはほぼないんですね。その材料費だけで結構ボーンっていくっていうのは、まああるとするならば絹でいうと天蚕とかね、あの野生のね繭、天蚕っていう希少価値の高い糸があるんですけれども、それはあの糸代自体が10倍普通の証券よりも10倍ぐらい違いますんで、例えばその天蚕の糸を 100% 使った着物だったら100万円は超えちゃいます。まあ、材料費でいうと本当に天蚕の糸を使ったとか、そういうごく稀なケースです。手間代でいうと、そんなにね手間代もねそこまでね、あの例えば手織りで草木染めだからといってそこまで高くなることはありません。で一つだけあるとするならば、やっぱりそのかすりですよね。かすりが細かいかすりをするとやっぱりそれだけ値段が高くなります。例えば大島と雪のね丸木と亀甲、ああいう細かいねかすりであの柄を表現するっていうのは、そういうのが入ってると、まあ、100万は超えますけれども、まあそれ以外だったらそこまでね100万はねよっぽどですね超えるっつったらね、あの、まあ、東京の八丈島で作られてる喜八丈っていう織物があるんですけども、あそこは手織りで草木染めで作ってるんですよ。で織もね綾織のね複雑な綾織で細かい柄をね表現してるんですけれども、それでも、まあ、60万前後のね価格ですから100万は超えませんので、本当に手間で100万超えるったらよっぽどそのかすりが細かいぐらいしか、織ではねそのぐらいなんですよね。で付加価値でいうと、まあ、人間国宝の先生が作ったものとか、まあ、一点物とか、まあ、限定物なんですけども、それでもね、まあ、よっぽどですよね。まあ、人間国宝の先生が作られたものだと本当にその欲しい方がねファンがいらっしゃれば、まあ、値段がね100万超えっていうのはありますから、そこはあれですけれども、でもまあそこまでね多くはないと思いますね。でやっぱりその100万超えの大きな要素として挙げられるのはやっぱりその中間マージン、ここだと思うんですよね。ここがやっぱり大きく作用してると思うんですよ。例えばあのちょっと手間代のねところでちょっとね手間をかけて作った着物がねあったとします。それが例えば中間マージン、その問屋さんを何軒も入って、それで販売も大きなねフロアを借りた店外催事やったら、それこそ100万超えちゃいますよね。そういう感じなんですよね。でまああのもう本当に結構前なんですけれども、うちの着物がね店外催事でね販売していただいたことがあるんですけども、問屋さん経由でね販売していただいたことがあって、大きなフロアを借りて、その時のあの売り値をね見たら、80万ぐらいで販売されてたと、まあその値段が値付けがされてたと、そういうことがありました。でうちの着物の相場ってだいたいまあ20万前後ぐらいなんですよね。まあ、20万円台が多いかな、その一般の市場の相場で言うと。それでその相場で言うと4倍の値段がついてたってことですよね。だそれはやっぱりその中間マージン、ね、それが乗っかっちゃってるってわけですよね。ちょっとね高すぎるかな、ちょっとっていうか結構かなり高いですよね。まあそういうことがありますんで、やっぱりその100万円を超える着物っていうのは、まずそのいろいろね材料費とか
手間賃とか付加価値とかも見つつですけども、やっぱりその中間マージンが大きく関わってる、大きなウェイトを占めてると思っていただいても間違いはないかなっていうか、まあ、そういうことをぜひちょっと念頭に置いていただければというふうに思います。ということで今日は100万円を超える着物の正体についてちょっとお話してみました。よかったら参考にしてみてください。以上、伝統工芸士の小林龍馬でした。